じゃん、ハウスはビニールに水かくるけな、自然水かけ違う、太らかすけ、まあ、自然がいいかなと思っちゃう。最高のホタバ、ここは標高が700ぐらいあるんですけど、もう椎茸にはこの最適の場所を確保して、まあ、一生懸命、まあ、頑張っているところです。やっぱり自然の中でですね、日当たり特に寒暖差が激しくて、まあ、美味しい椎茸になっていると思います。そうですね、やっぱりもう自然の栽培環境の中でやっているので、もうこれこそまさに自然食というものですね。で、まあ、木の栄養成分を最大限に生かしている栽培なので、これが一番もう椎茸のこだわりの分野だと思っていますね。